はいどうも、白間です。9月に入って、もうだいぶ肌寒くなってきて、そろそろ半袖半ズボンじゃ、あの、肌寒いなーと感じるような季節に、てか温度になってきましたね。そんなわけで、9月入ってのラジオっぽい何か、9月入って初めてちゃうな <laughs> ちゃうな !2 回目やなごめん !9 月入って2回目のラジオっぽい何かやっていきましょう。今回のお題はですね、 人間のピンチの時のあ人間の脳の回転の速さ何にしようかなタイトルは決まってなくて話す内容は決まってんすよねピンチ時の人間の脳の回転の速さぐらいにしましょうかっていうのもですねつい先日私がお仕事をしていたらめちゃくちゃ綺麗なお方が綺麗な女性の方がねお買い物に来られてで めっちゃ綺麗な人やなってもうめっちゃチラチラ見たなんですよねで多分僕と同い年もしくは僕より12個上ですごく大人びたあの雰囲気を醸し出してていやー綺麗な方やなと思ってたんですよねチラチラ見ながらうわこんな人間おんねやって <laughs> それしこ失礼で極まりないですけどこんな人おんねやと思ってあの見ていたらなんとその女性の方がね私にお声をかけてきて まあ最初、喋しゃべりかけられた時は、何見とんねんみたいな、言われると思ったんで、あー、見すぎたな。いや申し訳ございませんって謝る用意をしていたら、なんとその女性の方が、えまるまるやんな私のこと覚えてるとおっしゃってきたんですよね。で、その方、女性一人じゃなくて、親御さん、お母さんのお買い物来てらっしゃったんですけど、まあ、あの頭でフル回転させて、まず、 僕、陰キャなんで、あなたみたいな美人なお知り合いの方はいないと言おうとしたんですけど、横に親御さんがいるということで、まあ、そんなことは失礼やし、言えないと。ただし、その女性、まあ、多分向こうは僕のことを覚えてくれてるんでしょうね。ただ、僕はあなたのことを、まあ、なんとなく候補はいたんですけど、確定では分かんないんですよね。 で、まあ、もうお化粧もされてて、なおかつ今の時期なんでマスクもしてるんですよね。なおかつちょっとダイエットされたのか知らないですけど、結構いいスタイルになってて、まあ少なくとも面影は残ってるんですけど、僕の知ってる記憶と全く違うん、全く違うというほどではないですけど、まあ、あの、まあ、結局、何て言うの全然、 こあの一致しないんですよね。っていうのも、その女性の方と会うのが7年ぶりぐらいやったんで、まあ、分からんよなっていうお話ですよ。<laughs> で、まあ、親御さんが横におる。間違えるわけにもいかへん。でも、俺はあなたのことを知らない。いや、知ってんねんけど、この人で会ってるかという確信がない。お母さんを見ても、誰のお母さんかは分からない。あの でで頭で辞書引きまくったよな。なお、この間0.5秒みたいな。バババババって。お母さん知らんけど、この顔どっかで見たことあるけどなんか、でも化粧してるし、マスクしてるか分からんけど、でも向こうは俺のこと知ってるな、女性で俺の知り合いってこんな綺麗な人だけブルル,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 ルッってやって、なお、この間0.5秒で、なんと私の,その脳の電話帳みたいなところから、一つ引っ張り出して、あまるまるやんなって言ったら。 そう覚えてたーと言ってきたんですよね。いやー、正解してよかったなーって。<laughs> それだけのお話なんですけど、まあ、その時に、人間の脳の回転の速さっていうんですか、限界値ってものを知りましたね。はい、てか、正直、7年も会ってなかった女性の方って、マジで分かんなくって。 結局、最後その方だったんで、て、その7年前なんで、その、だいぶ、僕の知ってる記憶と違うんですよね。もう、人が変わってんですよね。やっぱり。まあ、人が変わってるって言い方はかあのダメなんですけど、まあ、僕の記憶とはかなり離れたものになってたんで、面影が残ってましたけどまあ、きれうより綺麗になってたんで、はい。素晴らしいなと思ったんですけど。いやだから、いや で、7年経ってさ、化粧をしてるやん。マスクしてるやん。おい、あの喋り方しのだったわ。<laughs> 7年経って化粧をしてマスクしてってなったら、分からへんやん。ほんまに。もう無理よ。何それって思うわ。あのー、は、中身見えへん箱の中に手突っ込んでこれなんですかって言ってるのと変わらんレベルやと思う。あー、いやー。まあ、女性って結構、メイクとか覚えられたね、変わるんで。 でよりきれいになるんで、いいとは思うんですけど、マスクしてて、向こうは私のこと分かると思う。まあ、名札とかつけてるからね、分かると思いますけど、いやー、やめてほしいなーって思いましたね。<laughs> やめてよ、ほんまに。無理やって。無理やん、どう考えたって。当たるわけないや。なんで当たったか、よう分からんわ。っていうお話でした。5分か。短いな。あと4分ぐらいなんか喋ろう。 人間の脳の限界ってどうなんでしょうね絶対なんか人間ってピンチになった時って何かしらうまいこといくじゃないですか。ガチの絶対絶命みたいな。まあ私はその絶対絶命のラインがめっちゃ低いんでしょうね。それごときで絶対絶命やと思って脳がフル回転してると勘違いしてるんで。あの、やばいんやけど。でも実際なんか例えば目の前で誰か人がこけるとかいう時ってなんかスローモーションに命題しません なんな自分がこけるときとかってあ今こけてるーみたいな <laughs> <laughs> あるじゃないですか小学校のかけっこもしくはなんか障害物競争とかで走ってて平均台に登ろうと乗って降りようとした瞬間さあ足を滑らせましたその時にあやばい俺こけてるなーなおこの間0.5秒みたいな あ、俺これ、あ、俺これ,こ,れ,こ,こ,れこけてんなー。でも今、これ体勢どうやって取るかな、受け身どうやって取るかな。あ、でも今、もうちょっといじめな頑張ろうかな。とか言いながらドサーってこけるんすよね。あ、なんでスローに感じるんでしょうね。人が目の前でこけてるときもそうですけど。はぁはは止まって見えるぞみたいな。あんな感じありますよね。あ、なんででしょうね。結構気になるんですけど。まあ私はそういう脳の専門家とかではないんで、全くわかんないんですけど。まあそういう。 あと人間の,の私がそれ以外ピンチになったことってあるかなそう考えたら俺絶対絶命の時の方がなんか早くないあ車にひかれてるみたいな。<laughs> 一回車と接触事故あったんですよね。まあ結局ひき逃げって形されたんですけどひき逃げっていうかもう私も大丈夫っつってその場であ、はいはいって言ったんであれやったんですけど向こうは警察に連絡するとおっしゃったんで もう何も言わんくて、私も学校遅れされったんで、もうはいはいって言ったんですけど、まあ、一回まあ結局形としては引き逃げって形になったんですけど、その時普通にガシャーンって言ったな。<laughs> ゆっくりにならんかったもん。あーって <laughs>、ガシャーンなるほどな、私の危機一発じゃ危機一発じゃ絶対絶命ってなんか、人とちょっと違うんですかね。<laughs> ガチの絶対絶命の時って、なんか、まあでもうガチで絶対絶命、なんかあったかな。 かけっこでこけたときとかやったらな、なんかスローに感じたけど、それ絶対絶命ちゃうよな。もうちょっとなんかあるやろ。なんかそのでもスローになった経験ってあんまないっすよね。なんか、逆に自分がピンチすぎて、自分が行える最善のことを、あの最善の答えを見つけ出した、見つけて行動に移してるときって、あんまそれ自体の記憶がなくって。 なんかあるよな、なんかあるよなっていう、なんかあれ。<laughs> なんかあるよな。<laughs> 言葉でまとめろよ、こいつ、ほんまに。<laughs> ただね、もしこれから女性の方がね、例えばお買い物行ったりとか、お仕事先で、まあ同僚の、同級生の方とか、お知り合いの方がいたと。じゃあそんな方にぜひお声かける際は、あの、まあ、向こうはね、 かからなないいもしれないですよ特に長いこと会ってなかったら、まあ、今回の僕みたいにいやー俺みたいな陰キャにあなたみたいな美人超美人はおらんねんって,ってなるかもしれへんからまあその際は是非あのー、相手の気持ちも考えて相手が間違えたらあこういう気持ちやってんなってぐらいの感じで思っといてくださいお願いします <laughs> いや別にいや男や男はもわ分かるよ分かるよ 分かったらあの女性から好感度上がるから多分知らんけど <laughs> 知らんけど上がりそうやからいいんちゃう当て,当てたら最高ただ外しても女性の方はぜひ怒んないでくださいあの髪型何センチ切ったとかいうのも男は結構分からない方が多いんでいや変わらんやんって多分言うと思うんですよね前髪何本切ってんとか後ろちょっと切ってんって意外とね見てないんすよ <laughs> 意外と見てないんすよ あーぐらいかな。まあ、めっちゃ見てたら分かりますけど、逆にそんなじろじろ見てたらね、今度訴えられたり、何見てんねんって言われたら、何見とんねんって言われたらね、あ、はい、すいませんってなるから、逆に見れなくなってするんで、お互いね、もし、間違える方の、えっ、ー、と、間違える方の気持ちも、じゃあ間違ってしまったときは、ちょっと謝って、な間違われてしまったときもあ、ごめんな、長いこと会ってなかったから、 いや間違いのしゃはないわぐらいでかような心で許してあげてください <laughs>。っていう結局何が言いたかったんでしょうね。はい。つまりそういうラジオっぽい何か第8回でした。以上です。ありがとうございました。